どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日の動画はセブンイレブン限定ミルクウェドムック本1750円プラス税、はい、ストラップがついた多機能ショルダーバッグ、ガルストンルーがムック版2280円プラス税。このような感じのビッグトートバッグがついてるみたい。ナノユニバースムック版2380円プラス税。はい、このような大容量ボストンバッグがついてるみたいです。はい、本日は1,2,3 冊開封していこうと思います。今日もね、連日アップなのでね、本日はちょっと短めにしようと思って3冊にしました。ほんまはね、5冊ぐらいにしたかったんですけど、多分編集が追いつかん。マジ追いつかん。トリマこちら、ミルクフェドちゃんでございますよ。リクエストでも多数いただきました。なんかね、ストラップがついてて、ダブルロゴで、もうロゴっていう感じのショルダーバッグ。なかなか可愛いんじゃないかということで、まあ、前にありましたね、メッセンジャーバッグショーの方ですね。まあ、この辺と比べていこうかな。ちょっと大きさ全然ちゃうけどね、まあ、一応比べていこうかなという感じと、あとビッグトートバッグ。これね、ワンチャンめっちゃ使いやすいんちゃうと思って、黒で金のロゴプレートついてて、この季節、今からの季節にちょうどいいんじゃないということと、あとは大容量ボストンバッグ、こういうのもね、絶対何かしらのシワ感はあるやんか。素材感がわからんかったらさ、もう怖くて買えんよね言うて。これご紹介してるからいいけどさ、もう素材感全然わかんないもんね、写真でね。はい、そのようなラインナップで、まずはこちら。はい、まずはミルクフェドちゃんだわ、ミルクフェドちゃんだね。うっとこのね、うっとこの近所のセブンではね、まだいっぱい売ってたんだけども、いつも割と売り切れるよね、セブンのミルクフェド。なんかさ、ほんま店によるくない？うちの近所ってセブン3つぐらいあるんですけど、一番近いとこはもう全然売れてないやんか、めっちゃ残ってんねやんか。やねんけど、もう1個のとこ、割とあの客多い方のセブンですね、に関してはあんまり置いてなかったりとかして、店にすごいよるんだと思うんだけども、この狭い範疇でもね、このね、赤のストラップみたいなのがついてるんですよ。これがなかなかちょっと可愛らしい。もうこれ透明やから見えてしまってるけどもね。あ、そっか、この形がこれやからさ、なんかワンちゃんモズちゃんと比べたらいい感じかな。それとでもちょっと似てるかもしれない。では早速開けていこう。さあ、はい、先に、はい、中身こんな感じでございます。持ち手がちょっとボキボキしている気もするけども、では早速レビューしていこう。あら、なんだか変わった形のバッグでございますよ。ただね、セブン限定のやつはね、大概持ち手大丈夫なんだけども、このボキボキ具合はパネーはちょいと形を整えようではないか。あ、ちょっと物が入ってないからね、定まらないけど、こんな感じのね、四角張ってる感じのバッグでございますよ。素材アップいきますと、はい、ピタッと。昨日のさ、動画の素材アップの時もうすごいグワングワンしててごめんね、弱んかった。ちょっとね、ピタッとさせようとは思うねんけどね、手元見てるからどうしてもブレちゃうんだよね。こんな感じのカシャカシャ素材、まあちょっとベッターな感じの素材でございます。で、待って、ロゴがね、なんかすごいいっぱいあるんだわ。で、1ロゴがですね、このようなテープでロゴが入っておりまして、2ロゴがですね、このようにプリントでロゴが入っております。で、もう一個ね、ロゴストラップがつくんですけども、とりあえず本体レビューということで、で、ちょっと持ち手に触れておこうか。とりあえず持ち手がさ、ちょっとよぼつきがひどいと思うんだ。あー、これミルクウェドさんとモズさんっていうのは割と持ち手が綺麗で、こう有名っていうんじゃないけど、私がいつもお伝えするときは割と持ち手が綺麗なんだよ。素材アップいきますと、こんな感じ。全然ね、チャチっぽいね、100均素材ではないのなんやけど、この素材意外とボキボキしやすいんだよね。いや、この横から見た時のこれがさ、なかなかじゃないかと思うんだけども。はい、で、前面後ろ面とありまして、後ろからポケットついてないんですけども、前面に大きいポケットがついております。チャックはですね、あの、なんかこれ以上薄く削れるんかい、割れそうよっていう、こういう感じのチャックがついてるんですけども、パカッと開けてみますと、裏がね、ツルツル素材で、パイピングとかもまあしっかりされておりまして、まあ、裏地はついてないんですけど、割としっかりしたポケットがついてるんだけど、何これ？これなんですか？あ、なんか鍵とか引っ掛けるやつか？キーなんとかかな？ちょっと見てみよう。あ、はいはいはい。なんか鍵くっつけるやつや。こんな感じ。キーなんとか。キーストラップでした。まあ、こんな感じで、でもみんなさ、でもこれつけてたら、鍵を落とすという心配はもう皆無にはなるよね。だからキーホルダーつけてて、鍵つけてて、これみたいな感じで引っ掛けときゃ、まあ、このまま開けるのも大丈夫やし、まあ、落とすこともないということで、なかなか便利やとは思うけど、紐はね、こんな感じの紐です。なんか普通の紐。で、金具はプラスチックといった感じ。はい、で、中行きますと、ここのね、チャックもね、ちょっともうこれ以上薄くは無理さ、もう無理よっていう感じのチャックがついてるんだけどもね、バカッと。ちゃんとね、裏地とかはつけてくれています。このようにパイピング処理がされていて、でもここに裏地がね、ちゃんとついてるの。本体部分は全部裏地がついてるみたいです。で、まずこっち面ね、こっち面の前面に内ポケが2つ。で、くるっと回しまして、後ろ面に大
きい内ポケが一つといった感じの中になります。割と使いやすい感じだとは思うよ。でまあとりあえずこのストラップをつけないとね、これが可愛いよね。なんか透明チックな感じでさ、こんな感じ、透明のねロゴストラップがついておりまして、横にね輪っかがあるんですよね。ここに引っ掛けてってことだと思うんですけども、で金具はねちゃんと金具になっててしっかりしているよ。金具は金具になってるってなんやねんな。金属の金具ってことね。はい、端っこにストラップをつけたらこんな感じ。一時期ここの持ち手がなんかロゴテープみたいなのがめちゃめちゃ流行ってましたけど、でも最近はなんかねロゴストラップ、ここがねロゴストラップじゃなくって、こういう感じのなんかロゴテープ的なね、なんか縦ラインでなんかロゴが入るのが割と流行ってるんかなっていう感じです。まあ、その流行りに乗っかってという形だろうね。ロゴになんでね、めっちゃミルクフェド全面押しやねんけど、なかなかデザインとしては可愛いんじゃないかなと思いました。斜め掛けで持ったらこんな感じです。もうちょっとね調整がつくのでギュって伸ばしたらもうちょっと長めにも持てます。ショルダーでまあ持ったらこんな感じ。はい、このようなバッグなんですけど、デザインはくっそ可愛いよね。まあ、ちょっと物を入れてないから若干ボコボコはするんですけど、デザイン的にはほんまめちゃめちゃ可愛い。こちらがねサイズ感とかがすごい似ているモズちゃんなんですけども、これもねセブンイレブン限定のやつです。だからねすごいね、こっちの方が若干一回り大きいかな、なんやけど作り的にはすごい似てるかなと思います。セタンも多分ね同じぐらいです。でこれも前面ポケットなんですけど、これはね中がポケットがいっぱいあるし、後ろもねこんな感じで、このドホンちゃんはイヤホンを通す穴がついてたり、ここティッシュケースになってたりすんねんね。でポケットも割といっぱいいろいろあんねんやんか。素材感はね言うてほら似てるんですよ。こっちがモズちゃんで、こっちがミルクフェドさんでございます。素材感言うても同じような感じやとは思うんですね。ただねモズさんはね紐が良すぎんねんな。紐がすごい綺麗ね。まあ、なんか光沢系なんですよ。すごいだからシワ感とかがこれあんまないのね。ほら全然シワがないでしょ。モズさんはだからね全然紐にシワがなかったんやけど、初めからやねんけど、ミルクフェドさんはどうしてもこう若干のシワ感が出ちゃう。ただ紐的にはこの100均の紐じゃないからね。で分厚みもあるから、まあ紐のシワ感はそんな気にならんわっていう方はいいと思います。ただ本体のデザインは超可愛いと思うけどもね。あとこちらはねムック本で発売されてたメッセンジャーバッグなんですけども、これ大きい方やっけ。メッセンジャーバッグもう一個あるんですけど、あれもう一個のやつが大きい方やったっけ、なんか忘れてしまった。とりあえずこれが手元にもあったのでね、このサイズ感のメッセンジャーバッグ、これに関しては紐の素材感が違うんだよね。これめっちゃ紐太いんですけど、まあ、こんな感じなんですよ。でこれは紐細めやから、まあこんな感じなんですよ。こんな感じ、似たような素材感ではあるんだけども、まあそのあたりが違うことと、本体のね生地はねもう全然一緒、全然一緒でございます。だから本体に関してはまあ若干ちょっとヨボヨボ見えるかもしれへんけど、例えばまあ商品じゃなくてなんかについてたやつよーっていう感じは全然しないと思います。でここのストラップとかも可愛いし全然問題はないと思うんだけど、まあ、紐はさ重いの入れとったらそのうち伸びるんちゃうかとは思うよ。だからなんかハンガーボードとかさ、ハンガーボードっていうのなんていうのかな分からへんけど、なんか引っ掛けるとことかあるやんか、なんかあのクローゼットの角とかさそういうとこに引っ掛けといたら、まあでもそんなまあそのうち取れるのではないかなとは思うよ。ワンちゃんね、もうこのすぐ紐のシワを取りたいとか言ってアイロンかける場合は絶対これ素材ナイロンなんで、当て布をして弱でやっていただけたらと思うんだけどもね。まあこんな感じでございますよ。まあデザイン的にはすごい可愛いんじゃないかなと思います。写真で見た時はこれ割と四角っぽいんですよ。すごい四角い感じのバッグっていう感じなんですけど、ただやはりね形がなんかしっかり四角にはならへんの。モズちゃんは優秀やからさ、割と四角っぽい感じになったんやけど、最初からやねんけど、やっぱりピチャって潰れてるからなかなかね四角っぽくはねちょっとならない。ちょっとねちょっとオーバルみたいな形になるんですけど、まあ、でもデザイン的にはね十分可愛いんじゃないかと思ったよ。もし気になられた方は本屋さんとかでは売ってないやつで、セブンイレブンかセブンネットショップかなの限定商品になりますので、お問い合わせを近くのセブンイレブンにしていただけたらと思います。はい、ほんでは次これトート言っていいですかね。トートがねとりあえずねすごい使いやすそうなんだわ。シワがどうかな、もう最近シワのことしか考えてないんやけど、いや顔のシワじゃなくてこっちね。でこれさ写真で見たらすごいさめっちゃキレく見えるんやんか。いや当然のことなんやけど、こんな感じなんやろうと思って。でもこのゴールドプレートがついたこのシンプル系のトートで絶対こう万人受けというか皆さん使いやすいと思うのでいいんじゃないかなと思って買ってまいった。ほんでは早速開けていこう。シャーキーン、はいよこしょー。
はい、中身はこんな感じだ。最近さ、紙に包まれてるシリーズ多いんだよね。このような感じでござるよ。こんな感じでブイーンってなってる。持ち手がブイーンってなってるけども、なんかすごい綺麗っぽい、綺麗っぽいぞ。なんか持ち手ちょっと面白いけどね。なんかこんな感じで畳まれております。では早速レビューいってみよう。なかなかしっかりしている予感。パカンパカンパカンと、そんなにシワ感ないんじゃなかろうか。こんな感じのバッグでございます。はい、素材アップいきますと、ぴったりとこんな感じ。縁がね、合皮になってて、ここがカシャカシャナイロンでしょ。ほんでここにこうロゴが布で入っておりますよ。でこの持ち手なんですけども、持ち手はね、すごい中にクッション材がしっかり入っていて、なかなかきっちりとした素材感。合皮もね、割とこう分厚みがあって、普通に円でないかなと思いますよ。ここのとこにちゃんとゴールドのね、このポッチがついているあたり、まあ、ここの縁がちぎれてけえへんかなっていうのはあるんですけど、まあ、でもなかなか分厚めの合皮なのでいいんじゃないかなと思いました、素材感的には。でここにね、ゴールドプレートがついておりまして、ギラギラしているけどもね、このペラを取ったらね、ペラペラ、あら、取れてない、取れてない、ペラペラが取れねえ、これペラが取れねえ、ペラペラ、ペリー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 カー、まあ、こんな感じね、もうテカテカの、テカテカのロゴがついておりますよ。なかなかこれでかい。ほんででかい。ほらほらほら。なかなかでかい。おっきいこのプレートよろしいね。なんかプレート代で高なったんちゃうのっていう感じですけども。ここの折りじわは若干気になりますけども。まあでもそこまで気にならへんかなとは思うよ。使ってたらまあまあまあというあたりではないだろうか。ほんで表面、裏面、ポケットはついてないんですけども。上から見たらこんな感じでね、ここにホックがついております。で、縁のパイピングもね、ブーってこう通しでね、ここまでぐるーっと入っているので、なかなか綺麗な作りだと思います。で、ここのホックを外しますと、このような、この立体ホック的なね、ちゃんと合皮を使ったこんな感じのホックになっていて、なかなかの高級感。で、中は、ちゃんとね、全面このような裏地がついておりまして、縁のパイピングなどもね、しっかりきっちりされている感じだと思いますよ。縫製的には問題ないじゃないかなと思います。ただ、若干残念なことがね、裏地ついとんすけど、内ポケついてないんですよね。このデカさで内ポケがないかというのがおっとと思うあたりなんだけども、ただね、パカッと開くわけですよ。すごいね、中まで見渡せるわけですよ。だからなんか物がなんかどこに行ったか分からへんとか、ごちゃごちゃっていうのはないかなと思いました。で、私に至っては付録のポーチ死ぬほど持ってんねんやんか。いや、もうそのうちだけやと思うねんけどさ、こんなご紹介してるからさ。だから私、大きいカバーの時はかなり仕分けるんですね。もうこれ入れ、あれ入れ、それ入れみたいな。ハンカチ、ティッシュ入れから、普通に化粧ポーチから、なんか薬入れやったりとか、全部もう付録ポーチに入れてしまうので、だからもう私的には別に問題ないんかなとは思うんですけど、ただ携帯とかをこういう内ポケ、何かしらこの辺の内ポケに入れときたいわーっていう方は、ポケットなしは若干辛い可能性もあるね。手で持つとこんな感じでございます。割と大きめ。肩からかけたらこんな感じ。ほんまね、デカめのトートといった感じで、まあ、使いやすいというか、このゴールドプレートがあるがゆえになかなかかっこいい作りじゃないかなと思います。なかなかいいんじゃないだろうか。一番ね、ノーマルで使いやすい、なんかちょっと大人っぽトートといった感じですね。割とこういう付録とかムクとかって、まあ、カジュアルラインが多い時多いやんか。で、大人っぽラインが多い時はまた大人っぽラインがすごい多いねんね。なかなかね、こう偏りがすごくあるんですけども、まあ、でもね、最近割とカジュアルラインが多かったので、この大人っぽトートはなかなか私的にはいいなと思いました。ただ折りシワがね、気になるっていう方は、なんかあのスチーマーとかでこうちょっとバーってやったりとかしてもらったら綺麗に使えるんじゃないかなとは思います。いや、まあでも気になるからちょっとスチームする。ここシワあるやんか。これをね、手を後ろに回してます。なんかね、あのカッターを真似して手切ったっていう方がコメント欄でいらっしゃったからね、基本的になんかこう安全設計でいくんやけども、こんな感じでね、後ろに手を回しております。蒸気が手のところまで当たることはないので、このような形で、ほんで沿わす感じ、手をこうやって持ち持ってやったら、ちょっと蒸気が手にボワッと当たって熱ってなる可能性があるので、気をつけてやってくださいね、もしやられる方はね。あ、裏も取るか。いや、これはなかなか綺麗に取れたんでない？こんな感じになりました。ちょっと若干のシワ感は残ってますけども、気にならない程度には取れたんじゃないでしょうか。今ごめんなさい、先ちょろっと言いましたけど、全然関係ないねんけど、あの、蒸気出るまでさ、みんなのコメント読んでてんやんか。ほんならちょっといくつの娘ちゃんか分かれへんけど、私のこのシャキンをさ、真似どうしてもしたいっつって、怪我しちゃったんやって。そういう方もいらっしゃるので、あの、真似は必ずしないでくださいということと、こうやるやんか。ここに交差するやんか。私、内から外なんですよ。だから、自分に刺さるよ
境がないのね。だから多分ね、そういうやり方じゃなく、こう内側にやったりとか、なんかそういうことやっちゃうと危ないから、ほんまちょっと気をつけていただきたいと思いまして、ちょっとごめんなさい、ちょっと差し込みますけども、あのカッターの扱いは本当気をつけてくださいということを一応動画でお伝えしておきます。そのような感じで、このカバンどうでしょう。このね、あのスチーマー、あのセブンちゃんはあのアマゾンで2000何歩とかで購入したんですけども、なかなかねスチーマーちゃん使えるね、これね、一番いい感じに取れたんじゃないかなと思いました。で、マチはこのぐらいあるんですけども、大きさ的にはもうめっちゃでかいから、容量的には十分という感じ。もちろんちょっとこう開けっぱなしで申し訳ないけどね、もうムック本もね、もう余裕でございますよ。もうぶっかぶか、もう全然余裕な感じで入ります。こんな感じね、全然ここも余裕がございます。ムック本は縦で入れたらちょっと飛び出るか、これがちゃんと閉まってたとしても縦やったらさすがにちょっと飛び出るかなと思うんですけど、横で入れたらね、もう全然余裕、ぶっかぶかでございます。なのでなかなか使いやすいサイズ感ではないかなと思います。 A4 の例えばごっついファイルとかさ、 A4 サイズの紙よりももうちょっと大きめのファイルとかでも全然入る大きさやと思います。だからお仕事で使われたりとか、まあ普段のちょっとしたお出かけとかにはいいんじゃないかなと思いました、うん、私的にはすごく気に入った気に入った。ほんではラスト、ボストンだよね。もう最後にもう一個でかいね。だんだんでかなるっていうね。すごく重い、割と。なんか、だいたいさ、この分厚めのやつって、まあでも言うて重いけどね。ただこれは、その本部分っていうのがそんなついてないんですよ。本っていうか、まあ商品紹介が、だいたいこういうムックってね、あの、オータム&ウィンターのこういう新しい商品出ますっていうのがだいたい載ってたりとかするんですけど、ここに関してはすごく薄いので、まあ割とこのボストン本体が重いのかなというあたり。では早速開けていこう。なんか娘ちゃんがいくつかわかんないんですけど、なんかコメント書いてくださった方がいらっしゃってね、あの怪我してみたいな、だからちょっとお子さんに勝ったっていうのはちょっとあまりね、あの持たせん方がとも思うので、ちょっともう気ぃつけてくださいね、真似はしないでね。はい、中身はこんな感じです。なんか基本紙に包まれておるね。なんか最近のやつね、みんななんか紙にお包みになられてるやつが割と多いんですけど、紐がねベッドついております。はい、このような形で畳まれておりますので、では早速レビューしていこう。なんかさ、動画見て手切ったとか言ったらもうそれ気になってさ、なんか引きずってしまう、なんか申し訳ないね。はい、このような形で畳まれておりまして、パカンパカンと。なるほどな、素材感的にはさっきのミルクフェードと似たような感じの素材感だわ。カシャカシャビニールといった感じ。ちょっと形整えるね。なんか分からへんけど、すっごい形が定まっている、すごい四角でございますよ。素材感が硬いからかな、素材感が硬いからかな、こんな感じのね、ドデカボストン、まあボストンやね。大きさ的には割と大きめではあると思います。では素材アップいくね。はい、このような感じの、さっきのミルクフェドとかね、モズさんとかね、その辺と似たような感じのこのシャカシャカナイロンでございます。もうこの素材は鉄板やんね。もう付録ムックの鉄板やんね。まあでも普通のカバンでも割と使われやすい素材感ではあるよね、言うて。で、このように割とちっちゃめにね、この感じのこのナノユニバースよーっていうロゴが合皮で入っておりまして、この持ち手も合皮でございます。で、割とね、クッションしっかり、さっきのやつとね、同じような感じの持ち手でございます。割としっかりしていると思います。で、ここに金具がついてるんですけど、後でまた紐つけてみますけどね。そもそもがね、このここがさ、すごく広いわけよ。だからそもそも肩持ちできるやんっていう感じやねんけど、なんでか紐もついてんねんね。まあワンチャン斜め持ちもできるでというデザイン感だと思うんですけど、ほんまなんかね、シンプルボストンって感じですね。で、表面裏面側面とね、ポケットとかはついてないです。まあこれでちょっとポケットをつけちゃうとカジュアルな感じになっちゃうからかな。はい、持ち手のチャックはゴールドになっておりまして、チャーッと開けますと、バカッと。中はね、こんな感じ。まあ、ちょっとありがちな感じやね。これ、いつから出だしたかな、この表がさ、ナイロンでさ、裏側がビニールみたいな素材感さ、もうほんまこれ、鉄板化してるよね、今ね。ほんで、外に縫い目がなかったことからね、内ポケはねえんじゃねえと思ってたんですけど、マジでないっすね。内ポケなし。本日のバッグ、あの、2連チャンで、外ポケ、内ポケゼロでございます。マジか。でもなんかコメント欄でもさ、やっぱり内ポケは欲しいなっていうご意見が多いから、なかなかなとは思うんですけど、ただボストンやから、まあ中に何かしらなんか小分けのものを入れていたりとか、大きいものを運んだりとかするわけだから、まあそれはええのかなと思ったりもしますけど、ただこのボストンに関しては若干のね、やっぱりね、こうライトあったらわかると思うんですけど、折りたたまれていたので、まあほんで大きいっていうのがあるから若干のシワ感とかはあるんですけど、ただね、なんかね、元の
形、こういうちゃんとした形がなんかそのアイロンやボアとか何もせんでも割と保ってくれているから、まあ、このまますぐに使えるといえば使える感じやと思うよ。はい、手で持ってみるとこんな感じ、肩からかけてみるとこんな感じです。こうやって見るとさ、なんかちょっと大きめバッグでまちもちで普通に使えそうな気がするよね、言うて。でこのねストラップもついているので、これくっつけていこう。ストラップをくっつけた場合さ、この持ち手はどうすんの。あ、そうか、持ち手はダランってする感じかな、こんな感じ。あ、そうか、こうやって使うんやったらいいよね。まあ、斜め掛けにした方が確かに持ち歩きは楽だ。で持ち手はもうダランってしちゃったらいい感じやから、まあでも全然紐的にもいい感じで使えるんじゃないかなと思いますよ。ちなみに紐はこのような感じの紐なんですけど、まあ、ほんま100均の紐が減ったのはね本当いいことだなと思うよ。ほんでこれに関しては割とね金具もゴールドでね割とゴージャスなわけですよ。だからね、まあ、ボストンとしてのチャチ感っていうのは全然ないかなと思いました。似たようなボストンで言うと、これあのジャーナルスタンダードのあれムックやっけ、あ、ちゃうこれ付録や、付録のボストンなんですけど、ごめんシワいっちゃったけどね、これ付録をちょっと他の付録をぶち込んで使っていたのでシワ感がちょっと復活してしまったけども、まあ綺麗に撮ってたらねこんなシワいかへんと思うねんよ。このデカジャーナルスタンダードと比べるとかなりちっちゃい。ジャーナルスタンダードさんさ、デカすぎやねマジで、めっちゃデカいからこれ。だからまあこれ、まあ荷物的に多い時これって感じですね。まあ街はこんな感じやけどね、幅がすごいからね。それよりまあ一回りちゃい感じのワンちゃんまちもちもできますよという感じのボストンっていう感じですかね。っていう感じばっかり言ってるけど、でもね肩持ちもいいし斜め掛けも割としやすかったから使いやすいなとは思いました。あ、そっか、さっきのバッグと比べたらそんなにねワンちゃん大きさそんな変わんないんだよね。ただ持ち手がさ、これすごいでかいから、ほらだからこれを手持ちってなるとなかなかちょっとここは長すぎな気はするんだけども、幅はねほんまそんな変わんないんですよ。ちょっとどっちかこれわからんことになっとうけど、まあ、だいたい同じぐらいなんですよね。はい、このような感じでございます。皆さんはどっちがお好みですか。普通に普段使うのこっちやね、そらね。これはでもね2日ぐらいの旅行っていう感じかな、容量的には。まあ、普段荷物が多い方とか、あとまあこれから寒い時期にかけてちょっとアウターをね持ち歩くだったりとか、ちょっと寒いからなんかちょっと持ってこうかな膝掛けみたいなやつっていう時に普通にまちまちでも使えるかなと思いました。でそういう時にさっきのボストンやったらでかすぎるから、まあ、程よい大きさやから行こうったら便利かなと思ったよ。この割とまちまちでもいけるんじゃねというナノユニバースさんのカバンの中身は何でしょうねコーナー。はい、ヒント、いやあのねちょっと対決じゃないけどちょっと他コンビニさんのもいいヒントに、とりあえずダイエット期間中でですね甘いものが食べたい。はい、正解は、ファミリーマートふわとろスフレプリン税込み278円でございます。ででーん、はい、セブンイレブンカフェラテゼリー税込み235円でございます。ちょっとさ珍しくファミリーマートに行ってきたの。たまたまちょっと寄ることがあってね、ほんならスフレプリンがあったんやんか、なかなか美味しそうやなと思ってちょっと対決させてやろうと思ったんですけど、ただセブンイレブンがねちょっとまたこれクリームぐっちゃになってますけども、なんかねカフェラテゼリーがね新発売であったので、とりあえずなんか全然テイスト違うけどこちらとこちら対決ということで今からいただいていくということで、今回は2つ食べ比べということで早速スフレプリンから行ってみよう。なんかねこんな感じでねこもってなってます。なんていうの、なんか上にねホットケーキ乗っかったみたいな感じのスフレプリン、上ふわふわしてんのかね。はい、ほんではいただきます。スフレっていうかねほんまなんかスポンジが乗ってる感じですね。いただきます。うん、なんかすごいしっとりしたスポンジのせプリンといった感じ。うん、おいしい。ここにねなんかカラメルとかはないんですけど、なんかねめっちゃ美味しいね、めっちゃ美味しいねんけど、なんかそのお店で出てきそうな本格的な味っていうんじゃないですね。ほんまスフレっていうか、いや食べてから喋るって感じだけど、スフレっていうかほんまなんかめちゃめちゃしっとりしたケーキの生地っていう感じ。うん、非常に美味しいでございますよ。うんうんうん、下のプリンはねあの滑らかプリンってあるやんか、なんかすごい柔らかい感じのちょっとふわふわってした感じのプリンやから、プリンの味が美味しいね。すごい卵を感じる、口どけがよろしい。うんうん、うん、とりあえず次行ってみるか。はい、カフェラテゼリーだよ。これはね、まあ、セブンのやつってさ、あ、まあ、全体的に何でもそうか、横からねこの作りが見えるんですよね。ただここを見るところによると、まあ、ゼリーやからなんかそんなに普通かなっていう気はすんねんけど、なんかさコーヒーゼリーってさ、まあ、これカフェラテゼリーですけど、なんかコーヒーゼリー的なものってさたまに食べたらめっちゃ美味しない。このような感じで生クリームが乗ってますよ。ではいただきます。うんうんうん、あ、もう完全にコーヒーゼリーな感じ。
うんうん、なんやろ、セブンのやつそんな甘すぎないですね。前さ動画で買おうと思って、こんなでっかいやつ買っていいやんか、800円ぐらいするさ、下がなんか全面プリンになってて、上がクリームになってて、なんかちっちゃいショートケーキみたいなのが乗っかってる、なんかえげつないこうでかいパフェみたいなやつセブンで売ってて買ったんですけど、これはねすごい甘かった。そして大味やった。なんかああいうさ、なんか季節限定のさ一瞬だけ出るやつってさ、ちょっと大味なイメージあるよね言うて。これはどっちかっていうと甘すぎひんで、セブンのこの株シリーズに関してはそんなにくっさめえなこれって思うことが今まであんまなかったなーって思います。うん、だからなんかあっさりめの、めっちゃあっさりめのコーヒーゼリーっていう感じ。カフェラテなんで そこでもうすでにまろやかになってるから、そんななんかパンチは少ないですね。あ、カロリーなんぼやろ、199キロカロリー。なんか上のクリームをもうちょっといっぱい乗っけといてほしい。クリームと一緒に食べたらめっちゃコーヒーゼリーになるから、なんか美味しいところね最後まで残しときたくなんねんね。ちなみにね、ファミマのさっきのやつはあかん、カロリー書いてないやん。ちなみにファミマのさっきのやつは、あ、カロリーちっちゃく書いてた。これ356キロカロリーもある。やばい。これはやばい。カロリーがやばい。ちょっとね、今日ご飯食べた後やからさ、全部食べきれなかったんですけど、後でね、ちょっとまたあの冷蔵庫冷やしといて、晩に完食しようと思うよ。編集しもちね、なんか食べたくなんねん、なんか。その時にね、全部完食してやろうと思います。楽しみとっとくわ、ちょっともう。ダイエット中はね、ほんまスイーツ全然食べてないから、ただこの動画で、ね、買ってくるやんか。だから割とね、もうこのコーナー私自身が一番楽しみやねんね。動画やからしょうがないからってこう自分にこうあれが言い訳がつくやんか、まあ、そんな感じなんですけども、え、今日どっちが好きかな、これ難しい。あっさりのコーヒーゼリーっていうかね、これ自体ねあんまパンチないんよね、見たまんまという感じ。そんななんかそこまでなんかもう一回買おうっていう感じでもないかな。でこれはこれでなんかほんまパンケーキが乗っただけという感じやねんか。でスフレってさ、なんかもっとこう口でファーって溶ける感じやんか。どっちかというとパンケーキのせプリンといった感じやねんね。まあパンケーキとしてはすごいしっとりしてて美味しい。ちやろう、ちょっとドロー、今日はドロー。どっちがどうじゃないかなという気がする。まあちょっと趣旨が違いすぎたね。はい、クンクンコーナー行く前に、ちゃうねん、なんか思ってたんやけど、さっきさ、カッターの件あったやんか、娘ちゃんが怪我しちゃったっていう件ね。やっぱね、私ね、そのカッターでシャッシャッシャってやるたびに、いや、もう申し訳なかったなってやっぱ思い出してしまうと思うねんね。だから今後、動画で、あの、カッターシャッシャッシャのコーナーはね、ちょっともうやめておく。すごい責任感じるし、その動画で発信してしまったっていうのがね、うちから外やから、私は全然大丈夫と思ってやってるんだけども、たださ、全然関係ないねんけど、小学校の時にさ、なんかね、あの、小刀みたいなやつを、校長先生がね、4、5、6年やったかな、に配布してやね、全員に。ほんで、その校長先生ってさ、なんか私が小学校の時の校長先生やから、割となおじいちゃんやんか。その自分がちっちゃい時は、鉛筆とかもね、こうやって小刀で削ってたと。で、今時の子は、やっぱりこう、鉛筆削りウィンってやるし、今時ってもう、その時がもう、だいぶ昔の話やけど、30年くらい前の話やけど、やから、その今時、その時のね、その当時のね、今時の子にも、そうやってこう手先を使うことっていうのを教えたいって言って、なんか小学校でね、そういうなんかちっちゃい小刀みたいなやつを配布したんです。で、いざみんなで鉛筆削りじゃあやってみようってなって、で、まあ、4、5、6年が多分300人ぐらいかな、いたと思うんですけど、ほんでね、そのうちの学年で数人なんやけど、やっぱりこうザクーって何かしら、だから鉛筆持ってこうやるだけやから、切りようがないと思うねんけど、ただ、やっぱり小学生やん、そこは。だから、なんかザクーって切っちゃったりとか、私の友達においてはね、こう切って、こう切ってね、なんでか。で、ここを塗ったっていう子もいたんやんか。だからこう、ちっちゃい子に刃物っていうのは、ただね、私はなんかあの、校長先生と、まあ、同じ意見というかね、なんかちっちゃいからって言って全部取り上げるんじゃなくって、そうやってこう、勉強のためにね、こう、サクサクとかやるのも、まあ、いいかなと思うんだよ。だけども、やっぱりこう、一定割合、学年、3学年で4、5人、救急車でね、搬送されたから、その時。だから、そんだけやっぱりこう、怪我しちゃう子がいるっていうのは、やっぱり危ないとみなされて、学校でも回収されてね、結局。で、そのコメント欄でくださった方が、お子さんがどうしてもこう、真似したいって言って、
って、ほんで渡して、ちょっとこうやってみるみたいな感じでやってみたら、切ってもたという形なんですけど、やっぱりね、その今後のことを考えたら、やっぱり同じように怪我される人ってもしかしたら出てくるかもしれないやん。真似してね。だから、それ考えたら危ないから、肩シャッシャッシャコーナーはね、もうちょっと封印しようと思います。それをね、デザート食べ持ちずっと考えててんやんか。なんかごめんね、なんかすごい、もうかわいそうになってしまってさ、申し訳ないし、なんかいくつのお子さんか分かれへんけど、なんかでもちっちゃいんちゃうかなと思うねんね。お母さんが見てらっしゃる中でやったって怪我するでしょう、やっぱりちっちゃい子は。だから危ないので、もう本当はだから今までの動画って言うて残ってるからさ、あれやけど、まあそこを見て、どんだけやりたいって言っても、ちょっとカッターを渡したりとかはね、しないようにというお願いと、あと今後に関しては、やっぱりそれはちょっともうほんまやめとこうと思います。ごめんね、早うやめといてよかったね。ちょっとね、なんかそれがすごいかわいそうやったからさ、なかなかちょっと今からテンションも上げられへんねんけども、ちょっとクンクンコーナーだけやっていくわ。はい、今日は少なかったよね。3冊だけやったから、ミルクフェドちゃんでございます。まあこれはね、言うてなんかポケットとかも多いし、使いやすいし、まあ何せ見た目がかわいいということでね、このヨボヨボの紐だけね、まあどないかなったら大丈夫かなという感じではあるけども、まあデザインがこのね、赤のこのテープとか可愛いからさ、デザインが好きな方はほんまええんちゃうかなと思うんですけどもね。でもうちの近所のセブンはね、ほんま売れ残ってたなんか知らんけど、ただちょっと離れたセブンはほんま一個もなかった。よくわかんないもん。くんくん。あ、でも、そんなに薬品臭くはない浮き輪臭という感じ。なんか若干臭みはありますけど、まあ、でも普通にビニール臭だよという感じで大丈夫だと思う匂いだよ。はい、このトートでございますね。まだちょっとムク吐いたまんまですけどもね。なかなかね、大きさ的には使いやすいし、ここの上ホックがこういう感じでついてる、こういう合皮な感じでついてるところが、なかなか可愛いんじゃないかと思いました。大人っぽいよね、言うて。くんくん、かぶれるよね。これはね、若干のビニール臭、若干気は臭はするけど、ほとんど匂わないっすね。っていうか、出してしばらく経ってたから、もう匂い消えたっけ？全然でも臭くはないと思います。この前ね、超絶臭いやつがあったんですよ。なんかね、それずっと置いてたんやけど、ただね、部屋がなんとなく匂う気がして、それはね、付録で唯一ね、ちょっと処分しました。なんやろ、防水素材のやつやってんけど、で、コメント欄でさ、イカ臭いって書いてらっしゃる方がいてんけど、ほんまにイカ臭いんやんか。マジイカですかっていう感じの匂いがすんねやんか。イカ臭い部屋はダメじゃん。で、付録置いてる部屋とか、なんかちょっと押入れチックのクローゼットチックなところに付録まとめて置いてるんですけど、その一体がね、イカ臭くなってしまってね。だからちょっとそれはダメだわと思って、袋に一応入れとったんやけど、ちょっとイカが漏れ出たんやんか。それで唯一処分したんですけど、まあ、そういう付録もあるので、まあ、とかから比べばイカと比べたらあかん。とかから比べたら全然匂いせえへん方ちゃうかなと思います。ほんで、ナナのボストンさんでございますね。今日なんか割とノーマルな感じが多いよね。ミルクフェドだけなんかちょっと可愛らしい感じやけど、すごいドノーマルって感じじゃない、言うて今まであった付録ちゃいますのっていうぐらいドノーマルやけど、まあでも使いやすいサイズ感ではあると思います。あんまでかすぎたらさ、ちょっとまちもちできひんもんね。くんくん、これはナチュラル浮き輪臭という感じです。で、ちゃうねん、なんかね、くんくんコーナーもさ、これいるんかなってちょっと動画で言ったことあるんですけど、いや、コメント欄で、いや、くんくんコーナーは必要って割とねコメントいただいたんで、ちょっとくんくんコーナーは継続ということでね、させていただこうかと思います。全然書けないけどさ、今日アイライン失敗したんですよね。太すぎやね、これね。ちょっと変でしょ、これ。ぼかすの忘れたから余計になんか振っとるけど、ごめんなさいね。なんかメイクもさ、なんかそのね、動画編集してる時に初めて思うんですけど、私はね、毎回同じ顔をね、作ってるつもりやねんやんか、これ。全く同じようにメイクをしてるつもりやねんけど、動画でさ、こう映りますやんか。で、それを持って帰ってっていうか、ちょっと別のとこ移動してね。で、パソコンに移して編集しますやんか。ほなら、うわ、ここおかしいとか、うわ、めっちゃテカってるとか、うわ、今日はね、多分 LINE がおかしいと思うねんけど、後から気づくんだよね、割と。LINE がおかしいのはちょっともう今すでに気づいていましたけどもね。これなんかちょっとおかしいと思うねんやんか。なんかだからね、メイクって難しいなってちょっと思った。いや、何の話やねんっていう話やけど、いや、ほんまね、なんかその、今までって動画こうやって撮って、ほんで自分のことをね、こう画面に映
った自分っていうのを、例えば1年前に私この動画配信始めましたけども、それまでっていうのは私カメラとか映るの苦手な人やってんやんか。で今はなんかね、ちょっと例えばメイクチェックであったりとか、なんかそういうのでちょっと自撮りを撮ったりとか、そういうのはするんですけど、ただ自撮りすら撮らへんかってね、何も撮らへんかって。だから例えばみんなでこう集合写真とかでも、わあ私撮るわ撮るわって言って撮ってあげたりとか、自分全然写ってないやんか。だから過去の写真とかさ、友達とかさ、なんか家族であったりとかさ、そんなみんな写ってんねんけど、自分だけ写ってなかったりすんねんか。もうそのぐらい写るのがすごい苦手やって。だからね、自分の顔だとか自分のメイクだとかに割と疎かったと思うのね。なんやけど動画をやりだして、でこう毎回毎回見るやんか。ほならなんか、うわメイクおかしいわとか、ほらこの間の眉毛の話もありましたけど、眉毛これふとしたんですよ。めっちゃもう今でももうすでにおかしいかもしれへんけど、前までこうクイーンって感じの、クイーンって感じの眉毛やってね、弓眉ってやつ、もう何年引きずってんのっていう。でもね、コメント欄でも割と同志の方がいらっしゃって、私も弓眉20年変わってないみたいな感じのコメントいただいて、ちょっとほっこりしたんですけど、いやでそうやんね。でもほんまメイクってね、ほんまなんかほっとらかしとったらいつの間にかね10年20年経つんだよね。眉毛に関してなんかね、全然自分の眉毛に興味がなかったもんだから、そのまんま1年前とか動画に出てたのね。ほんならもう眉毛古い眉毛古いって書かれて、ほんでマジかってなって、そこで初めて気づいてんね。すごいだからね、気づかされることが多いでございます。本当にね、後々気づくっていうね。まあでもね、自分のね編集はね、ほんまだるいよ。自分が喋ってるの編集すんのはね、ほんまだるい。自分は自分めっちゃおもんないやんか。だからそれをね、しかもその己のさ、もう集大やん、ある意味集大ね、集大集大ねやんか。でそれをね編集するっていうのがね、なかなかちょっとメンタルにくるものがあるんですけど、私が唯一今メンタルにくるってね、己の顔を編集するっていうのがなかなか辛いものがあるんやけども、できるだけこう皆さんになんかね、何かしらお発信していきたいという気持ちはあるので、なんとかやっておりますけども、なかなかね、自分はねきっしょいよね。ぶっちゃけそれはすごい思うんですけども、ただね、こうやってこう見てくださる方がいっぱいいらっしゃるからさ、ちょっとでも何かしらこうお役に立てる動画をと思いますし、で付録についてはなんかね、最近のコメントでもね、あでも前のコメントから割と多かったかなと思うんですけど、今まで付録買いますやん、まあ、ムックとか買いますやんか、で開けてうわ失敗とか思うことが割と多い方いらっしゃったみたいで、だからなんかその付録なりムックなりっていうのが、ココロンさんの動画見てから買うから失敗することがすごい減りましたっていうコメントいただいて、すごい嬉しかったんけど、いやほんまね、そういうのにお役立ていただけたら私的にはもうめっちゃ嬉しいから、なんかこういうね、まあしょうもない動画ですけども、やってる甲斐があるかなってちょっと思いました。あとコメント欄めっちゃいっぱいいただいたやんか。コメントいつもいっぱいいただくんですけども、まあお返しやったりとか、ちょっとこうメンタル的に落ちてらっしゃるんかなとか、辛いんかなとか思うコメントをくださった方にはちょこちょこお返しさせていただいたりとかもしてるんですけど、なかなかね全員皆さんにお返しができないのがほんと心苦しい。ほんまやったら、例えばこうこの付録のこれが良かったとかいう、どんなコメントにもね、ほんまやったら全部お返しできたらと思うんですけど、なかなかねそれがこう全部できなくて申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。なのでまあここでね、お礼の言葉を言わせてください。いつもコメントたくさんいただいて本当にありがとうございます。ちょっと付録動画の出会いではございますがね、皆さんからこうやってこういろんなやり取りをしたりだとか、いろんなコメント欄書いていただいて、あそうなんやと思いながらハートとグッド押したりとかさ、まあ、そういうさやり取りがあってさ、なんか私的にはねすごいね、なんかみんなをねすごい身近に感じているんだよね、まあ、なのでこれからもうとってもふつつかではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。なんかちょっとしたね、もう暇つぶしでも何でもいいんで、なんかこうやってお時間いただけることが私からしたらすっごい感謝やからね、マジで。やし、あとなんかコメント欄書いていただいたりもそうやし、わざわざさグッド押していただいたりとか、だってわざわざグッド押すのってさ、ポチっていうあれやけど、でもそのワン動作がさ、わざわざ押してくださった方がこれだけいるっていうことやから、私からしたらもう大感謝、すいませんなんかみたいな感じの気持ちになります。本当にいつもね、だからそうやって感謝の気持ちを込めてこういうねバカ動画をね作っております。でこれからも頑張って、なんかそうやってね、ちょっとでもくすってきていただける動画、今日ちょっと半分ちょっとへこんどったけど、正直なんかそんなさ全力ウェイじゃなかったけど、ちょっと明日からはねまた切り替えて全力ウェイでね頑張ろうと思いますので、安全な動画をね、安全なね危なくない動画を作っていこうと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。感謝感謝でちょっと鬱陶しいよね、ちょっと鬱陶しいと思うけども、たくさんのグッドとそしてコメントまで残していただいて本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。